はい、どうもタンタンです。今日はこちらケリーのねユーズド品入荷してまいりました。これは多分デートから見ると2007年製だと思いますけれども、カスタム品ですね。前のオーナーがケリーの工房に行ってオーダーしてきたそうです。まあ、通常のスタンダードのシリーズでもう明らかにこう、まあ、木材料のね木目なんかも違いますし、あと装飾インレイワークが非常に綺麗なんですよね。このトップ、このトリム、そしてアバロンのこのロゼッタですね。このアバロンも結構太めの貝が綺麗に、しかもこれ多分ちょっと白っぽい部分多めでアバロンも入れられてますね。非常に綺麗だ。そしてこのヘッドのインレイ、これがまた独特ですね。ちょっとこれはこういう色のものというよりは色をつけたのかちょっと判別しづらいんですけど、結構ね鮮やかな青っぽい色合いのこのケリーのロゴ、そしてこのマークですね。うん、これは非常に珍しいというか、うん、あんまりない感じですね。はい、でこれテナーサイズで、まあ、ハワイアンコアボディですけれども、2007年ですから17年ぐらいですか経ってるのかな。非常にこうカラッとしたというか、なんて言ったらいいのかな、音の張りがすごく、一音一音がすごくくっきりとした音色、そしてこう音のねなんかこもった感じが全然なくてですね、ものすごいはっきりと音が出ますね。ですけれどもこうローの低音域なんかはしっかりと太く出てくれる、そんな感じで、まあ、年数が経って非常にこうボディ自体も振動して、あと乾燥もして、かなりなってきてるなっていう、そんな印象を受ける一本なんじゃないかなと思います。でネックの感じもね、こうナット幅がこれ38ミリだったかな、あるって、裏もね少し丸めで太めのネックになってます。この辺はね、まあテナーサイズでっていうのもあるし、まあいろんな弾き方、結構弦感もねこのナット幅なんでしっかりとあって、押さえやすくて、ソロ弾きなんかやってる人なんかすごく扱いやすい、弾きやすいネックなんじゃないかなと思います。高音域までこの辺の音までねクリアにクリーンに綺麗に抜けてくれる、そんな一本に育ってきている感じがする、こちらカスタムモデルですね。はい、なかなかケリーのカスタム、こういったカスタムっていうのは一本物のねモデルっていうのはそんなに数ないかなと思いますので、非常に貴重な機会なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらケリーのまあ、デラックスカスタムモデルですね、テナーサイズ、はい、非常に貴重な一本じゃないかなと思いますし、音もね抜群にいいと思いますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。